ね、バイキン入ったんだろうね。いや、近いうち行けたらいいかなと思ってるんだけど、だったら今日行けよって話だよね。でも絶対ピアスとこのしこりが関係してるはずだから、いやもうだったらしない方がいい気がしてきた。寝て起きてこの髪の毛のこの辺触ると髪の毛がパキカピカ、カピカピなのさ。髪の毛もボサボサなんだけど、今日はなんかてか全然冷蔵庫に食べ物がなくて、モスバーガーをウーバーイーツしました。お昼ね、お昼ってか夕方4時くらい、なんかりーちゃんとラーメン食べに行こうってなってたんだけど、やっぱモスって照り焼きなのかな。うん、私ずっと好きだったとびきりチーズ、ずっと好きなんだけどとびきりチーズってやつが、それを食べました。りーちゃんはもうショールームやんないけど、別に喋ってくれようと思ったら喋ってくれるんじゃない。確かにやっぱり私でもモスも好きだけどマックの方が好きかもしれない。あとはポテト食べた。りーちゃんも今いない。もう少ししたら多分帰ってくると思うけど。私がもう疲れてると先に寝ちゃうから。りーちゃんもでも昨日早かった。あとはそうドボンをどうしようと思っていう話なんですけど、私は今ずっととりあえずやってるんですけど、16人だから、わかんない、みんなが私のライブ見たいってあればでもいいかなって思うけど、そんなやっぱ義務的になりたくはないので、イベントやってる、なんかライブがあるの、ドボン1周年のライブをやるっていう感じなんですけど、そうでもビスもあるからっていう、そうなんです。しちゃった。そうなんです。
まあなんて言うんだろうな、ドボンを一緒にする時間は増やそうかなって、1週間に1回はドボンしようかなって思ってる、みんなと一緒にね。じゃないとみんなも飽きちゃうじゃん。でも私はどっちかといえばショールームのビスのイベントにかけたいのよ。伝わります？だからまあ普通にドボンの回数は増やすけど、別にビスにかけるって感じかな。ショールームのが得意だしね。きっと。だからもうちょっと待っててください。まあそれまで準備準備って名前だけど。まあでも週1でドボンはできたらいいかなって思う。今まで全然やってこなかったからさ。水飲みます。ドボンは私も回しておきます、一応ね。オートでドボンやることはできるからさ。いつなんだろうね、 AKB のビスは。もうそろそろ来そうな気もするけど。あとは本当に感染者数が本当に増えてるので、そうね、京店もコロナに感染してしまったので、もうできるだけみんなは外出しないでっていうのも難しいけど、ね、エイトの日も今いろいろスタッフさん含め抗議してるので、なんか普通に日頃不安だけど、やっぱ身近な人がなるとね、より不安になっちゃうから。すごいリモート会議あったの知ってるの？誰情報？びっくりした。久しぶりになんかリモート会議したけど、ね、でもなんか悪いことしたわけじゃないから、変に抱え込まないでほしいなって思うから、そう、ズームした。そう、でもみんな PCR はしてるので、まあ結果が届き次第っていう感じですが、
こんだけ増えてたらね、誰もかが感染してもおかしくないのが本当に間違いないから、別に責めるわけでもなく、まあでも毎日ショールームとかもやってたので、やってたから逆にゆっくり休んでほしいかなって私は思っちゃった。ましてやもう感染経路がわからないんだったら、せめてって何も始まんないじゃん。ね、だからこんだけ人数が増えてると無症状っていうのも多いだろうから怖いよね。あとは今日めちゃくちゃ長文、もう3日間分メールが送れてなかったので、3日間2日間長文メールを3つ送りました。800うん、プレゼントも届きました、ありがとう。お洋服くれた？お洋服くれたかな。ありがとう。なんか T シャツとズボンくれた？もしや、もしや。てかもう髪の毛さ、すごいブリーチしたくなっちゃって、私だよね、すごいまことちゃんっぽいって思った。超ハイトーンにしたくなっちゃったんですけど、髪伸びたよね。伸びたくない？なんかもういっそのこと本当になんかピンクとかあやねちゃんみたいにしたい。ミルクティー色にしたいんだけど、伸びたよね。伸びたの早ない？ちょっと何か青とかは多分似合わなさそうだけど、あシルバーとかもしてみたいかも。お腹が空いたような、空いてないような。
なにちゃんコミケにいそうだよね。私がテレビ見てる、私一人だとテレビつけてないと怖くなっちゃって。あゆちゃんってなんででもあのハイトーンが似合うんだろうっていう疑問。そう、あと明日の公演も中止にちょっとなってしまいましたので、楽しみに。私出ないですけど出ないですけど、そう、なかなか結果が来ないみたいで、まあ、なんでかって言ったら感染者数が増えてるから追いつかないらしいです。困ったよね。いろいろまだ、ね、皆さんもこんがらがってると思いますが、いやもうメンバーもこんがらがってるよね。パンクだよ。メンバーもそうだけど一番大変なのスタッフさんだと思うから、もう寝れてないんじゃないかと不安です。確かにメンバーがもう本当に不織布が多いから、それだけがまだなんか助かりかもしれない。
私キュキュっていう飴がすごい好きなんですけど、ちっちゃいこの塩キャラメルキャンディーってのが売ってて美味しかったので、皆さんもぜひ。コンビニに売ってました。美味しいけど、このキュキュの飴ってすごい後味がなんかさ、コーヒーっぽくならん？もうおばあちゃんにずっと買ってもらってた、これの一袋。でもちっちゃい時飴が好きだったんだと思う。私でさ、私のここのピアスなくしたらもったいないと思いますか？もう限界。なんか今日 TikTok 見てて、甘いの好きだけど、ま、生クリーム嫌いって人が結構いて、まあ、私もそうだと思って。いや限界っていうか、なんかなんでこんななの。でも別に私 右耳しか耳かけないから、あんまり左耳意味ないんだよ。右から自撮りすること多いし、なんで左に開けたんだろう。可愛いよね。でもでもここに3個目開けて、こっちに2個にしようと思ってるんだけど、耳たぶ増やす。ここ何個なくす代わりに耳たぶ増やそうと思ってる。開けないほうがいい？痛い。何個だね。この安定するまで痛い。5個になる。今で 1,2,3,4 個だから、1個減らして2個増やす。本当は空いてたんだけどね、1個取れちゃった。うん、とりあえず病院行こう。病院ってもうダメですねって言われたらもうさようならな。3マスって2歩下がるじゃないんだから。なんで左に開けたかっていうと、高校生の時にピアス開けていいけどつけちゃダメで、どうしても軟骨に開けたくなって、でもう右耳ってこう癖にもかけちゃうから、右耳は多分バレると思ってつけてるのが格好ね。から左に耳にしたら一回もバレなかった。そう、開けた欲で左に開けたけど、別にそんな左に開けても意味なかった。そう、高校生の時から開いてたんですよ私。でも言わなかったんだよね、ピアス開けてるって。耳たぶも高2で開けたかな。わあ、でもなんかそういうちょっと校則破ることがちょっと楽しかった時もあったわ。ダメだよねこういうの。ね、ゆずかちゃんがマジで可愛いんだけど。
入れ替えてください。はい、もう入れ替えましたよ。ゆず恋ゆず恋がガチ可愛いんだけど。似てるかな。最初は似てるってなってたけど、うん、ひょかちゃんもピアス入ってた、かわいい。なんかそういう開けなさそうな子が開けるのがかわいいんだよね。フラタナさんのピアスが11個超え、無理、もう無理私下の子の中に開いてるのですら無理なんだよね。いいなって思うけど痛そうが勝っちゃう。もう耳タブで限界。もうね、軟骨を開ける勇気もないんです。もうない。うーん、痛いの嫌いなんですなのに開けてるのやばいよね。うん、全然いいなんか思うんだけど、やっぱ私はね、ダメですね。下ピンを初めて見たときも気を取られた確かに私お姉ちゃん空いてた気がする。ああ、こんなこと言うとなんかイメージ悪くなるよね。世代です、世代。お姉ちゃんの世代が この世代だった。こんな感じの人。え、下空いてたと思うけどな。マジでギャル、ヤマンバだ、ヤマンバだったもんお姉ちゃんマジでヤマンバだった。なんか岐阜のギャルとしてなんかテレビ出たことあるみたいに言ってた気がするなんかインタビューされたみたいな。え、でも流行った時代あるよねこういうの。え、そうから、今はそんなことないけどね。でも私とすごい性格とか真逆だから、めちゃくちゃ気強いし、なんか、うん、私はだから全然真面目な方だと思う。私とお兄ちゃんがなんか陰キャで、お姉ちゃんが陽キャみたいな感じ。汚いルーズソックスがあったよ。なんかこんな長いルーズソックスいいねって、なんだこれって言って。なんか成人式とかもガチクソギャルなんだよね。なんかもう盛り紙
気強いには見えない。え、私じゃない、お姉ちゃんが気強い。ギャルでした。12離れてるから30くらい。うん、お兄ちゃんが年上。からさ、お姉ちゃんとかお兄ちゃんからしたらお母さん若いかもだけど、私からしたら別に若くないんだよね。でも一番可愛がってもらってるかもしれない。うん、年離れてる。お風呂入るっていう声も、全然仲良くない。だからもう離れすぎてるから大丈夫かな。ごめん、ちょっといろいろプルプルしてた。ごめんす。電話がちょっと、大丈夫です。でもさ、 iPad の電話をさオフにするとさ、 LINE 携帯の方もかかんなくなってきちゃうのさ、困っちゃうわ。iPad のハンドオフ切ったら、この前
ファンの人がくれた。かわいい。いただきました。ありがとう。大事に使います。ねえ、プレゼントは本当にありがたい。え、お披露目していいの？開かないけど、柄これ可愛くない？見て、なんだろうこれ。紫デイジー、マーガレットだって。ウレピーありがとうございます。あのさ、日傘って雨傘にも使えるの？そうなんだ。大変だね。漏れてき。いや、なんか何作ったらいいか分かんなくて作れない。さてか、大福食べたよ、お昼に。みんながくれたパイナップル食べた。パイナップル、うわー、チゲ鍋とか食べたい。辛ラーメン入れたいかもしれない。でも買いに行かなきゃいけないのよね。ないから、もうスーパーも閉まっちゃってるし。いや、ブルーベリー食べたいんだけど、まだなんか緊張しちゃう。ブルーベリー食べるのに緊張しない？なんか古い携帯を充電、なんか懐かしい写真とか見ようと思って。私の高校生の時とかの写真あげたらみんな喜んだりする。ベリーに緊張すると初めて見たって。大福ってあんまり想像つかんくない？
じゃあ探してのっけるね。懐かしいのいっぱいある。かゆいんだよね、触っちゃう。うわ、マックのさ、ハワイ美味しそう。ガーリックシュリンプとか絶対美味しいじゃん。ね、なんか中学生の頃とかってプリクラの時めっちゃするよね。うわ、塩ラーメンのなんかトマト美味しそうだった、すごい今。あー、ニンニクの麦うどん食べたいな。ダブルニンニク牛丼ってやばくない？ニンニクの目牛丼じゃないのこれ。ダブルニンニク牛丼ってやばい。ニンニクの目もあるけどニンニク牛丼やばい。待って、美味しそう。今気づいた。ピアスは舐めてるね。マジでやばい。マジマジでやばい。うちニンニクの目にニンニクが乗ってる牛丼がある。絶対美味しい。食べたい食べたいけど、これはこれはダメ。今日は昼ウーバーイーツしたからダメ。ウーバーイーツばっかりに頼っちゃダメ。一番近くにある牛丼屋は松屋かな。すごいね、ピザが食べたいんだよね。ピザの宅配って何時までやってるの？場所による？12時か。食べたいピザ。最近パンが食べたいんだよね。すごいパンパンパン。夜行性っていうか、今日は結構ね、今日は結構っていうか昨日何時に寝たかな。2時半とかね、3時半、4時、5時、6時、1時、うん間違えた、4、3時半、5時、6時、7、8、9、10、8時間寝て、2時間くらいとか、10時間も寝てる今日。なんか最近私、YouTube で、これみんなにおすすめするね。
テリヤキチャンネルっていうそのカップルの方がもういっぱいご飯を作ってただ食べるっていう YouTube を見てて、それがめちゃくちゃなんか見ててすっきりするの。それを見てお腹空いたりとかもするし、見てほしい。なんかその咀嚼っていうか、なんか作ってるとことか食べてるとことか見るのが好きで、そう深夜からめちゃくちゃ食べるんだけど見てほしい。なんかそれは私深夜に見てもお腹空いちゃう。大食いできる？いや向いてないと思う私大食い。なんか今はとんかつミルフィーユカツが昨日乗っけてるからちょっとそれが早く見たくて気になって。顔出てこない。え、奈々ちゃんが多分一番大食いだと思う。あとでもう一個大福食べようかな。奈々ちゃんのミルフィーユびっくりしちゃった私。私食べ物好きです。食べ物と洋服メイクを見ます YouTube は基本。あうん、なんか奈々ちゃんのショールームで最後にキャッチフレーズ、みんな私はミルフィーユってやるとこうやってチョロさんみたいに3送ってくるの。びっくりしちゃった。この前一緒に奈々ちゃんとやったんだけど、なんせかね見ててって言って、みんな私をミルフィーユって言ったら、そうタタタタタタってタタ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 タって送ってくるの。びっくりしちゃったよ。なんか宗教みたいになってんじゃんと思って。怖くない？すごいね。みんなさ、みんなさ、ショールームでキャッチフレーズってやるものなの？私やんないんだけど。でも絵文字使えるようになったらでかくない？そうなんだ。なんか、ね、自分が思うものなんか送ってきて、今から私がキャッチフレーズやるから30秒、時間あげるよ。時間あげるよ。めっちゃ上から目線。ね、手裏剣の絵文字がないのがね。来た。脱力タイムズ。
じゃあいくよ。はい、せーの、シュッシュシュッシュニンニンパ。チームメイト岐阜県代表チーム B 県人の服部優奈です。これはもうさ、おのおののでいいんじゃないかって思ってきたよ。おー、にぎやか。ゴーンさんはもうね、七瀬のパクリなんよ。超カオス。うん、キャッチャーレーズ知らないからな。はぁ、あくびしたごめんなさい。シュールだった。でも サインとかもキャッチフレーズとかも変えたいんだよね、実はね。やばい、触っちゃう。そっか、直接見れてない人もいるもんね、このキャッチフレーズを。うん、赤い、ちょっと1時間くらい経ったので終わろうかと思います。また明日お会いしましょう。ランキングを見ます。うーん、明日はどうだろうな。まあいろいろあるので、レッスンももしかしたらちょっとなくなっちゃったりもするかもしれません。ではランキングを見ます。13位、アットマークユーアットマークユーアットマーク特製アニムナトリドン、ウェブミーさん、ありがとうございます。12位、台湾中心アットマーク超大森ナトリドンさん、ありがとうございます。11位、アキヒコさん、ありがとうございます。10位、エリカアットマーク特製台湾ナトリドンほっぺかわいいさん、ありがとうございます。9位、ゆうきさん、ありがとうございます。8位、セナタンの中心さん、ありがとうございます。
七井ゆきたんとまあくなたん大好きうなとりどんさんありがとうございます。6位ペロペロチーノさんありがとうございます。5位リンゴリンガーリンゲストさんありがとうございます。4位 YK アットマーク安定すっぴんかわいいサルタンもかわいいサルタンって何ほやーさんありがとうございます。3位クロケンアットマーク今日のゆうなもとってもかわいい癒されるさんありがとうございます。2位 TK トンからアットマークタイナナトリトンさんありがとうございます。そして1位がミリアリラちゃん大好きアットマークリランチさんです。ありがとうございました。あ、ドボンのカードか、ありがとう。ということで見てくれてありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイビー。